もしもし。俺です、セルノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか、西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りがついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえんだ、横着しやがって。今の基人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ、現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。上流、おはようさん。あなあ、町出るんやったら気つけや。貴人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。ああ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ？好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。セルノです。キルさん、金が用意できました。これから毘沙門橋までお持ちします。ああ、俺もすぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろ、恩に切る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね？西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは貴人会の組員に俺を探させてるんだろ。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？貴人会の追い込みでビビってるはずの男が、蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金、豪遊のためでっか？せやけど、もう貴人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷マジであんたをやりに来ます。いいか鶴見、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。
どの店だ。くっす、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってもらうじゃないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。カママンでしょ。もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だったか。キャバレーグランド、ご存知で。ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。なるほど。カシラ、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早く来んのにな。珍しいな。シシド、上流。俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え、嘘。ああ、すごい。今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出せ。お、ほんまでか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。皆様、お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へ、あちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ、上流様。頭、桐生さん、これ人目しのんで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんや。ねえ、頭。おう、せやな。もうええ、やったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょう。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで、上流。派手に遊んでるそうやな。我随分舐めたまねしてくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけだい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら
直接俺んとこに来いってな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ壊したら。鬼人会の奴らまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺は地位とうるさいです。意外だな。ゴルフやるタイプには見えない。よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。ふん、勝負ごとには目がないもんでな。いいだろう、乗ってやる。ほな自分から先打ちまっせ。兄貴ナイスショット。こっち、さすがですわ。こらすおい。さあ打つか。よし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 。
よし、完璧だな。くやるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。よう分かります、全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。これ受け取ってもらいます。金かけてるつもりはなかったんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっておりますんで、気持ちよう受け取ってな。次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃねえか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。いかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですとかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ、腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほんまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります。かしら、ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、え、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、
あんまり下々と飯食う暇もないんですわ。なら今夜は汚名返上と行こうじゃねえかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おう、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。だが恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしが初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いやでもほんまうまいっすよ。わったわった。そうか、ほなまた3000万作ってみんでもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。うん、酒もうまいぜ鶴野。もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで頭。ええやないですか、乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら準備はええか。えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。それから金の降る夜や。乾杯。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたもん、上流のおかげですな。ごちそうさまでした。上流ほんまうまかったです。おきり、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ頭、恩は着るもんや、着せるもんちゃいます。ちわかったわかった、言うてみただけや。さて次はどうするか。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。獅子堂さん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち蒼天堀のオールスターです。確かに悪くね。ジョーリーさんってクールな。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。ああ、ほんま、どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう。おぎに。
よし、次はこの店にするぞ。おお、ええですな。確かここカラオケあります。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。へい、もちろんですわ、やりやすい。よっしゃ、文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。よし、歌うか。この歌を送るぜ。深く愛したら俺に振り向いてくれたい。こっちは渋いな。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルベル。あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよならされない、もうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中。さよなら降りない、プレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラさすがジョーリー、シュッとしてんな。思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしてもジョーリー、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。次はこの店だ。うお、プールバーでか。ドライです、ジョーリー。ここで俺と一勝負。ビリヤードでか。いいだろ。おお、自信満々、中華屋。昔ハマった時期もある。だが挑まれたからには手加減できねえぞ。お二人で勝負でっか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やります。なるほど、そう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。うわ、
残念でした。よし、負けてられねえな。よし、やるじゃねえか。どうした？よし。おお。残念でした。力みすぎだぜ。よし。おお。ふん。おお。残念でした。あちゃー。どうした？残念でした。負けてられねえな。さあ、やるじゃねえか。さあ、負けてられねえな。力みすぎだぜ。悪いな。案外やりますね。乾杯や。さすが言うだけのことあるで。お前もなかなかだったぜ、鶴野。おかげでいい勝負ができた。敗者にかける言葉も気持ちええわ。そしたら勝者は称えられなあかんな。これどうぞ。おい、俺に金渡してどうすんだよ。こんなんじゃ3,000万使い切れねえぞ。俺が用意した金や。どう使おうが勝手でしょ。頭、相当悔しかったんやな。まあそういうことなら受け取っておくか。もしもし、鶴野です。
ですね。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。キリュウさんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。キリュウさんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。ん？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんか言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる。20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。